はい、皆さんお疲れ様です小川太平の事件考察室本日収録撮影日は2024年4月14日え日曜日になりますえ今日の配信は明日15日月曜日を予定しておりますよろしくお願い申し上げます、えっと、先日のねライブ配信でもお話をさせていただいたんですが純金の茶碗 盗難事件ということでね、純金です。純金の茶碗が盗難にあったということで、大きなニュースになっております。犯人は捕まってます。東京都中央区にあります、日本橋高島屋大黄金店というのが、ね、開かれてました。有名な方が、ね、作った茶碗ということなんですが、茶碗の重さ3 8 0ムまあ普通の茶碗ですね、大きさ的には。まあ実際に売値価格として1040万、飛んで6000円。 の価格でで販売されてたそうですこれ参考なんですけどもね純金 380g 金だけの価格でいくらなのかなというふうにねこれ私が勝手に計算してみました、まあ、本日の金の価格が、えー、グラム、えー、1万2654円それからいくと約480万です 380g で480万の金の価格だということですね発生が4月11日の昼ちょっと前 なんですが、えー、どういう手口かというとですねリュックをね背負ってくるんですけども棚になってるんですね、その前にこう来るとこのリックを前に持ってきてリックの蓋をねちょっとリック持ってくれば良かったんですがリックないですね開けてだらんとねそこで取る。ただ取るんですけども 何も施錠されてないんですねただプラスチックケースに入ってただけだからプラスチックケースを蓋タが蓋なのかそのままそっくり開けるのか分かりませんけどもそこにアラームの機能があるわけでもない普通に開けて前から入れるでまた戻してそれを背負って,って、えー、その黄金点の会場から出るんですけども出てすぐ逃げるわけではないんですね、えー、正確には27分間 この高島屋の中をうろちょろして外に出た後に日本橋の駅から地下鉄に乗ったというのが分かっていると、うん、ちょっとねこう行動的に、うん、どうなのかなっていう、まあ、そこに黄金店で茶碗を展示してやるしかもそういう警備が甘いっていうのを知ってて計画的に来たのかそれともたまたま たまたまにしては、すぐなぜ逃げないのかな。まあ、たまたまにしても、計画性があっても、もうそんなところ、その、そのデパートの中、高島の中にいたくないですよね。それをなぜ外に出ないのかなと思ってたんですけど、まあ、犯人がね、捕まったわけです。4月13日。 まあ午後捕まったんですが、午前中から警視庁の捜査員に尾行されてたということです、なぜ尾行してたかっていうのは、すぐ任意同行求めてもいいんでしょうけども、物を処分するんじゃないかなというようなことを考えて尾行してたんですが、その時にはすでにもう売却してたんですね、これ、えー、江東区内の古物商で、180万円で売却していた。 ということがその後分かったようですす容疑者名前いきます堀江勝32歳え仕事はねちょっと今のところしているかしていないか分かんないえ不詳ということですえ東京都江東区在住ですえ出身はね北海道の旭川テレビ等でも創建時の写真とかがね出ています車の中えしっかり前を向いてねこう顔を隠すとか下を見るとかじゃなくてですねえ堂々としたもんだったなと。 いいう,うな顔を見る限りし、ねえー、していました、えー、実際、古、えー、物商で180万円で売却したということは裏が取れていると思うんですが逮捕時、130万円所持していました、逮捕時というか任意同行時ですね、まあ、任意同行から逮捕になるので、130万円表示で逮捕ということは、売却したお金しか持ってなかったのか、それ以外にも持っていたのかどうか分かりませんけれども、50万円はもうすでに使っているということになります。 まあ借金も結構あったということなので、もしかしたら借金の返済に当てたのか、それとも180万のうち50万何かに使ったのかわかりませんけれども、そういったのがあると、えー、ここで皆さん、違和感があるのが、これですね、私も同じですけど、純金の茶碗。しかも380グラムの純金の茶碗を、そんないとも簡単に買うのかなというね気がします。 まあ私は知ってて買ったんだろうなというのはもうすでにこの古物商にこの茶碗はありませんもちろんそんなね、えー、いいものは1日2日ですぐ、うん、まあ売れちゃいますよっていうのかもわかんないんですが180万で購入してますただねこれちょっと考えてみてください3 8 0ムこれが純金かどうかなんていうのは古物商はそういう機会を持ってますから重さも測れるしこの純金かどうか、ね、18金なのか24金なのか当然わかるわけです,そうする とと 380g で純金だっていうと単純計算でですよ1 2654円でいくと480万円ただ下がったりどうこうする例えば1万円と計算しても380万円にはなるわけですよそれを180万円ちょっとまあぼったくるというかね叩きすぎじゃないかなと。 いうまあ、もちろんこれ、今回売りに来た堀江勝容疑者が、どの程度、この金に関して知識があったかどうか、それ、知識というか、いくらで売ってて、いくらで買い取る、よくあの売りも売ってますけど、買い取りますってところ、今、非常に多いですね、ネットで見れば、いくらで買い取ります、いくらなんでも380グラムの純金を180万円で買い取りますはないと思うんです、この倍の360万でも安すぎます。そんな金額で買い取ってるしかも 買い取った後すぐにもう転売しているっていうことはまあ古物商と堀江勝容疑者がグルとは申し上げませんがあとは堀江勝容疑者もこの古物商よくまあ江東区に住んでるからでしょうけど古物商があるのを知ってたなすぐ買い取ってくれたんだっていうねその買い取る時にはどういう身分証身分確認等で売却してるのかなっていうところあとその古物商が買い取った後どこに転売したのかな っていうようなところもね、これから捜査。もちろん、この、盗難の堀江正容疑者が容疑者には間違いないですけど、このもの、やはり物を返さなきゃいけない。ね、被害品。うん、ということで、警察も尾行したりしてたんですけども、すでに、えー、売却していた。うん、このあたりは、この堀江正容疑者、うん、知っていたのかな、そういう、すぐ売却しなきゃっていう、まあ、そのあたりは、これからの捜査で明らかになっていくのではないかなというふうに思います。 以前ね私も皆さんにお話ししたことがあると思いますが SSBC なんかかっこいい名前ですよね。 警視庁に SSBC というセクションがあります操作支援分析センターなんだ SSBC って言いながら漢字かよと思うんですけど、まあ、センターだけね英語であとは SSBC 操作支援分析センターというところがあります防犯カメラの映像監視カメラの映像等をリレー方式でずっとね追っていくまた遡っていく今回でいけばこの日本橋高島屋の店舗の中店舗の外 駅そういったところ、逃走経路、また逃走経路の逆にこの日本橋高島屋に入ってくる前、いわゆる犯行の前足、後足、これ、後足はね逃走経路じゃないですか、逃走経路は自分が犯罪を犯してからですから、結構注意してるんですよ、犯人とというのはですが意外と前足というのは。 犯罪を犯す前なので、まあ普通にこう、いたりとか、防カメがあっても、っていうところも、現場の前足、現場より前。 のこととっってて意外と残ったりしていますそういったのを防犯カメラで追ったり遡ったりするのが捜査支援分析センター、今回まさに捜査支援分析センター大活躍ということで、早期身柄の確保、さすが警視庁というところかなと思います、もちろんね、えー、この捜査支援分析センターという分析センターという面目ではないんですが、防犯カメラの後追い、あと前にさかのぼる。 って言ったようなのはね他の都道府県警察でもやっておりますただ、えー、人員等の関係で専門にやってるのは警視庁にあるということです今回はですねこの堀江勝容疑者が日本橋高島屋の純金茶番の盗難事件の容疑者として、えー、早期に身柄を確保されたというお話になりました、えー、本日は以上になりますありがとうございます失礼します 小川堀平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします